筋の常吉と言われる男になったんだ。神妙におなわにかかりやがれ。高山市には長年受け継がれている郷土芸能が数多くあります。国府町の荒木神社では例祭時に子どもたちが鐘打ちを奉納します。鐘を打ちながら回転、移動をするように工夫されており、神社独自の楽曲を演じます。国府町の金蔵寺氏は国府町内の3地区で神社の例祭時に奉納される郷土芸能です。天狗面をつけた金蔵とおかみが協力して田畑を荒らす獅子を退治する物語が演じられます。奥飛騨温泉郷人絵金の鳥芸は平家の落人がこの地に伝えたものと言われています。鳥の羽を飾ったしゃがまをかぶり、笛、太鼓に合わせて鐘を打ち鳴らしながら舞い踊ります。庄川町の3つの神社では秋の例祭の前夜、村芝居が奉納されています。300年以上前から続いていると言われる伝統芸能で地元の若者たちが熱演します。そんな逃げ工場に乗るような永代の闘争じゃねえ。女を前に置いて日頃のいざこざに蹴りをつけてやる。初めの頃はやっぱりちょっと恥ずかしいなっていう思いもありましたけど、見せるところではざわざわしていたお客さんがシーンとなったりだとか、思った通りに笑ってくれたりした時なんかはもうよしって感じですよね。黒田には結婚しとらんのが多いな。神妙におなわにかかりやがれ。待っておくんなさい。本番2週間ほど前から集まり稽古を重ねます。長年受け継がれる脚本をもとに OB からも指導を受けながら地域一体となって作り上げていきます。芝居には高校生以上の地元の若者が参加し、舞踊ショーには小学生も参加します。小さい頃から知っている子たちが大人になってこんなことできるやつなんだとか、それも楽しみの一つかなと思います。伝統をずっと守っていかなきゃいけないとか、そういう思いもありますけど、やっている自分たちが楽しいってことが一番ですかね。